クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン、前回からの続きやっていきましょう。ですね、前回は一章クリアなんですかね、あれで。ちょうどね、一章クリアしたところですね。まあ、キリがいいなと思ったんですけど、ちょうど一章クリアしたところだったみたいですね。おっと、もういきなりスクワットと。どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて。ジェネシスって言ったら、セカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って、俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと、許すはずない。ソルジャーの誇り、誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール、早く戻ってこい。なんかちょっとアンジールとのやりとりが雲行き怪しくなってきましたね。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！統括がお呼びですか。誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何のよ。新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けている。新しい任務、信用できない。なんで？親子だからな。へえ。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。いや、怪しいっすね。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼がどこする？え、彼？タークスのツォンだ。これなんか暗い任務？やばそうな任務ちゃいます。準備ができたら声をかけてくれ。新しいリミット技が解放されました。と、おお、なるほどなるほど。ザックスの記憶と関連してるみたいですね。お、ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンサルだけど、メール読んだか？いや、まだ、まだ後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。あ、イフリートがなんか召喚できそうな。ちょっと待って、めっちゃやることがいきなり増えた気がする。ちょっと待ってね。と、アンジール、なんかアンジールのことをちょっと説明してくれてると。まあ精神的なリーダーですよっていう話ですね。おすすめの情報が何か。あ、イフリートのマテリア、あー、はい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 、はい、そういうことね。トンベ、あ、トンベリの、あ、結構ミッションが
なんかミッションが増えましたね。あー、そういうことね。ちょっとショップ行っときましょうか。やばいよね、所持数が。まあでもちょっと買うよね、普通。とりあえず10個ぐらい買っときますか。オーションね。あ、ソーマ、あ、でも高いな。高いよね。ちょっと待って、ショップなんか売れない？あ、エリクサ2500。へぇ。とかあるんや。ケアル、いる？ケアルとか。いらんよね。それやったら HP アップの方が良くない？リザードとファイヤー。あー、どうだ？リザードね。でもブリザード剣とかいいよね。あ、でも飛び道具は一つは必要だから、これはこれでいいと。これでちょっと行きましょうか。で、何でしたっけ。とりあえずセーブですかね。セーブしていく。ちょっとミッションかな、多分。ああ、やっぱりね、ミッションがなんか増えてると。ウォー太平の発見、これやってみますかと。あ、ボスをクリアすれば、いいっていう感じですかね。あ、宝箱。いきなり。早速ちょっと、なんか、こういう雑魚的に使うのなんかもったいないな。おおほほほほ、つえぇ。つえぇ、つえぇ。なんかもったいないけど。エクスポーション。マップが。はいはいはい。OK です、OK です。多分これね、左なんですけど、でも一応こっちも行きたい。あ、こっちは、あー、違う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 。こっちは違う。やっぱりこっちか。ラッシュだ。アクティベイティングコンバットモード。こんなとこに出てくる？本当。あ、すげえな、ブザード剣。あれ？あ、そうか。なるほどね。あ、兵士を倒しましたよ。コンフリクトリゾルブ。よっしゃー！エリクサ。ててん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 ててんと。あ、こんな感じでね、ミッションを。サブクエっていうやつでしょうね。あれ？増えてる。え？これ増えていくの？何これ？ちょっと待って、ちょっといろいろ見ましょうか、とりあえず。あ、ファイヤーをもらえる。あ、そうなんだ。あ、フェニックスの、あ、なるほど。
あ、イフリート、ここを受けようよ。ここイフリート、マジか、マジか、ちょっと待ってってもね。いやもうこいつさ、いやもうめっちゃ強いんよ。いやもうやばいよね。やばいなこれ。こういうことか。これ勝てるかな。いやーそうなりますよね。わあ、あーやばいやばい、これやばいな、いきなりか。あ、なんかスペガードいいっすよね。もう一個、ちょっと、いやいやいや、マジか。行くぜ、とっておき。とりあえずリミット技で削っていかないと。どうした？だから頑張ってろって。あは、そういうことね。面白いじゃん。だから頑張ってるって。ずっと頑張ってますよ。まだ、誰か、あ、ファイヤーじゃない、ファイヤーじゃない、ファイヤー。これ、勝てるかな？ちょっと、きついかも。なんかきつい気がしてきた。あかん。あ、しっかり、あ、もう。あ、なるほど。あーこれファイヤーじゃなくてブリザードにしとってよかったかも。あーそういうことっすよね。ミスったな、ミスったな、ミスったな。ミッション諦めちょっと装備変えましょう。これ勝てる気がせんわ。勝てる気がせん。ファイヤーはダメだわ。でもここは HP アップでしょう。ちょっと待って、ブリザードけんさ、間違えた。ブリザードけんで、ブリザード、リサだけ、うん、まあまあこれでいきましょうか。じゃあ、いや強くないっすか。よくよく勝てたよね第一章。ほんと一生懸命する。いやこれやばいな。アクティベイティングコンバットモード、勝てたなマジで。うわ、いやそうか、隙がないんか。しかもちょっと待って、やばい、もう死にそうやし、やばいやばい。これもう一丁、もう一丁、うわー届かない、届かない。これむずいな。マジ強いっすね。どうなってんのよ。できてるんかできてないんかよくわからん。よしよし、いい感じ、いい感じや。もういい、あー、いい感じ。よし、リミット技で。これまで。
まあスキップ。微妙だぞこれ。あ、でも さっきより全然いい、さっきより全然いい。やった、やっぱほんとスキル大事だわ。マテリア、いやマテリアありがとうございます。どういうこと。 OKOK。 OK っす。いやーこれほんとずっ、え、どういうこと。L さんと R さん召喚モード。これ忘れそう。L さんと R さんですか。なるほど。忘れそう、マジで。ちょっとさ、これ、キリないんじゃない。ほら。まあでも星1だし勝てないことはないみたいな感じなんか。ちょっと待って、なんかない、なんかない。あ、3だ。あざす。どこかへ任務に行く前はこれって、ほ、連絡が来ないの。いや、まあでもこれやるよね今。ここでちょっと頑張らなあかんところってこと。マティリアさ、スピアップとかいるしな。ケア、ケアかな。ファイヤーに変えとくか。ちょっとミッションやっていきましょうか。ちょっと、やっぱやっていってた方がいいよねこのミッション。うわマジでフリック出てくるの聞いてないんだけど。これさ、ファイヤーにしちゃったんやけど。これもうやっぱダメじゃん。もう。いや、それはダメだって。リフリート出てくるのに、ダメだって。マジか。オッケー、やった、初めて。あ、ちょっとちょっとちょっとこっちだけ、あ、こっちだけめっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、しまったー。ここで、そう、そうなのよ。ここでね、切れた時にブリザードがないときついのよ。よしよし、ナイスか。これあと削るしかないってこと。まあエーテル使ったらいい話なんだけどね。なんかもったいないしな。ちょっとないじゃん。うわ、ちょっと見つかる。あ、これ。え、毎回フリート出てくるの？あれがないわ。あれがないわ。あれがない。オッケーオッケー。あ、そうした。殴り合いってやつやね、これ。すげえ、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 いや、イフリート出てくるんやと言ってよ。やばいって。イフリートはやばいって。イフリートはやばいでしょ。
と待ってもらっていいですか。装備はね、ちょっとイフリートはダメだって。ブリザードに変えるわ。あとちょっとショップ、ちょっとポーションがやばい、ヘリがやばい。ポーションのモーションの減りがやばいって。じゃあ一応ロックの位置もやっておきましょうか。とここもイフリット出てくんじゃねえ。いや知らんけど。あ違うか、違うんかい。逆に、ああなるほど、そっちね。はいはい、行きます。あ、宝箱ありがてえ。ハイポーション、ハイポーションなんか、うわなんか今もったいなく使えないよね。ハイポーションとかあってても、あ間違えた。あれあれこれ強くね、ちょっと待って、強くね。強くないっすか、なんかすげえ強い。先生、マジ強い。多分弱点攻撃できないからか。にしても強いな。コンフリクトリゾーブ。しまった。よっしゃー。これ先が思いやられるな。ちょっとこっちか、違うこっちだ。これはやばくないですか、こっちか。いやこれやばくないですか、さっきのめっちゃ強かったんやけど。どういうこと。うわー、なんかちょっと待って待って、しみしみ、ここちょっとやばいか、なんかえらい強い。ちょ HP やばい、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  HP やばい。これさクリアできんかも、勝てる気がせんもん。いやーマジか、強くないっすか、なんかすげえ強いんやけど。何なんて言う、ちょっと待って、あっこっちは特にないよね。じゃあこっちやね、こいつやろ。うわめっちゃ暗い、何これ。うわめっちゃ暗い、やば、近くやばい。うわっ、ファイヤーやば、ファイヤー当たったらやばい。ファイヤーが、ファイヤーがやばすぎる。ファイヤーがやばい。ポーションさ、1個持ってきてんねんで。どういうことよ。やばいやばい。マジやばい。こいつら、こいつバカじゃねえな。あ、全然食らわんし。やっべえな。いや、ブリザードミスったか。サンダーとかじゃないの、弱点。装備してねえわ。これ戦闘中装備変えるんよね。あ、やばい、それはやばいって、それはやばい、それはやばい。あ、しまった、ハイポーション使っちゃったよ。まあ、もうここしゃあないよね。どういうこと、仕方がない、ここはもう仕方がないね。クリアーに。それでも、クリアーと、クリアーと、よしよし。コンフリクトリゾーブ。いやコンクロールフェニックスのって、ちょっと割合わんな。もうちょっといい装備が欲しいな。いやー
とかならん？なんとかならんよね。どうならんか。回転攻撃。一匹9。いやー、やっぱちょっとここ、あれだな。今の敵絶対サンダーでしょ。ああ、そういうことか。これ。でも3台入れとこう。これダメだわ。マジやばいわ。ほんと、やられると思った。ああ、しかもだいぶ、だいぶだな。うん、ちょっと買うしかないし。持ってる。セーブしときましょうか。ここね。セーブ。よし。いや、ミッションが面白いな。アイテム求めてって言われても、アイテムが強い。あ、なんか、うわ、やばい。でも、星2になってる、これ。これ絶対やばいやつですよね。ちょっとやっぱ順番があるんだって、これ。これ多分こっちから行かなあかんかも。なんか行く順番間違えてるかもしれん。ちょっとこっちからやります。やる順番間違えてるかもしれん、自分。いや、面白いわ。マジで面白いわ、これ。なんかおる。なんかおる。もうな、あ、これ、あ、なんかあの、第一章でなんかボスの片割れみたいな。よっしゃ。よっしゃ、やるぜ。よっしゃ、やるぜ。さっきの敵、何だったんだっけみたいな。全然違うじゃん。サンダーしょぼい。サンダーしょぼい。待って。挟み込んだらダメやってた。これはダメだって。噛み込んだらダメ。当たるでしょ、ここは。あ、無敵。これね、殴ってるとリミット技忘れんのよ、マジで。この、全然気にしてないもんね。リフリップで、ちょっとピッと押しちゃうんだけど。揃ってない中ね。あ、一体倒しました。一体倒しました。サンダーが全然、物理向こう。オッケーオッケー。よし。エッジ足りない。やばい。投げて。これ、ギャップ揃ってるかどうかも気にせずしながらやらなあかんっていうのが。防弾チョッキ、この黒で防弾チョッキか。どうなの。いやー、これやべえな、これやべえな。ちょっと待って、次が次何。うわ、星2になってるやん。星2になってる。星2やめときましょうか。ちょっとやばいっしょ、どうせ。あ、ここはクリアできてるんだ。で、こっちも星になってる。ということはやで。こっちでしょ。ここサンダーで雷鳥が出るってことは、これサンダーは変えないといけないよ。ちょっと待ってね、装備変えます。だからサンダーじゃなくて、ファイヤー。ファイヤーがいいんじゃない？多分そういうことでしょ。よしよし。いやー、これやばいな、やばいな。今日ミッションやるだけで終わりそう。
ポリス、あ、なんか待って、あ、ファイヤーね、オッケーオッケー、そうっすよね、ファイヤーって、ファイヤーがいいんじゃない、ファイヤーいいんじゃないですか、ファイヤーかっこいいじゃん、いや、いいよ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 、あ、すかした、オッケー、レベルアップ、 HP アップ、レベルアップ HP アップ、レベルアップ、でけえわね、え、ほんとでかいっす、オッケー、宝箱、ハイポーションね、ほんとハイポーションありがたい、うわ、なんか、あ、こいつでしょ、どうせライチョウ、ファイヤー効くか試してみましょうか、ブリスブファイヤーと、あ、ちょ、ファイヤー打たしてって、あ、ファイヤー、やっぱめっちゃ効く、めっちゃ効く、オッケー、めっちゃ効くじゃん、もう連発するわ、そしたら、オッケー、ファイヤーで押せる、よし、ほんとよっしゃーって感じ。あ、サンダーゲット、サンダー持ってるんだよな、サンダー持ってるんだよな、まあでもなんか楽しいからね、さあこれで、あ、いいね、で、どうしよう、どうしよっかな、まあ、一回行ってみましょうか、あ、しま、あ、ファイ、あ、そっか、ファイヤーでいいんか、サンダーだもんな、報酬が、ちょっと待ってよ、うわ、まあまあ行きますか、まっすぐ、ちょっと考えさせてよ、ちょっと考えさせてくださいよ、はい、ファイヤーがこのレベルね、はいはい、OK、ブリザードは、あ、外した、ブリザード外すんよね、ほんとに、ブリザード見せて、あ、ブリザード結構効くじゃん、 OK、OK、そしたらブリザード、これで OK、よっしゃーシャアなんやけど、シャアやねんけど、よしよし、ちょっと宝箱とポーションね、あ、オッケー、ポーションいいっすね、ちょっとこっち行きたいな、こっちなんかあるでしょ、どうせこっち絶対なんかあるよね、宝箱とエクスポーション、さあ行きましょうと、何が出てくんのよ、あれ、これ、はい、ファイヤーどう、あ、しまった、 HP 見れなかった、やってしまった、マジか、あ、バトル開始地点からやり直す、もう一度戦う、え、もう一度戦えるの？何この神機能？最高じゃん。ちょっと待って、最高じゃん。あ、ちょ、今度は HP ちゃんと見ますよ。ファイヤーとか、やばい、めっちゃ食らってる、今見たら。やば、何こいつ。やばくね？やば、めっちゃ、これはもう、ブリザード剣の連発よ、もう。もう出し惜しみなし。手加減してったら絶対やられる、今までちょっと余裕すぎた、あぶねえ、めっちゃ強いやん、なんなん、びっくりするわ、あ、こっちは、こっち、びっくり、あ、よしよし、だからこれを待ってたんです、エーテル、まあまあいいでしょう、こっから戻るの、こっちまで。マジで嫌やねんけど。
頼む、エンカウントすんな。ちょっと、なんかあった、なんかあった今、なんか、なんかないです、ごめんなさい、なんもないです。うわー、出たエンカウント。あ、でもまあ逃げようと思ったら逃げれるんか、なんか逃げたくないねんよな。にゃっにゃっ、よいしょ、ここ連打でなんとか、打撃連打なんとかな、なんとかなるでしょう。決まった、おっしゃー、しゃしゃしゃ、よけしたしたしたし、もう宝箱はもう全部取ったから、うわっ、エンカウントマジすんなって、やばいやばい、あっ、ここは AP なくなってるやん、いつの間にか。もう魔法か、あと魔法ね、ブリザードで、ブリザード優秀、ブリザード優秀、ファイヤーどう、ファイヤーはどう、ファイヤーはどう、ファイヤー凍らして、凍らして燃やすみたい、あ、やばいやばい、 HP やばい、全然見えなかった、やばい、余裕ぶっこいとった、余裕ぶっこいとった、こっちじゃね、こっちじゃね、余裕ぶっこい、あ、余裕ぶっこい、次よ、いやー、もうブリザード当たってまして、ブリザード、ブリザードマジ当たってくれやん、やばいやばい、あっぶね、うわー、うっそ、回復間に合ってないんか、アクティベイティングコンバットモード、さあ、いやー、こういう時に、あー、いや結構何気にやっぱダメージめっちゃ食らうよなこいつら、何気に強くない、いや強いって、絶対、あれ、どこ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 、青と見失うのよ本当に、強い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 、なんかめっちゃ強いこいつ、何こいつ、よしよしよし、こう来た、こう来た、ここ、これ来た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 。めっちゃ強い。全然いらないじゃん。これ、何こいつ、やばい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 、やられる、やられる。ね。こいつマジやばくない？え、今のボスじゃねえのっていうぐらい強いんやけど。今のボスじゃないんですかっていう。マジっすか。なんだこれ。ポーション、ポーション使わせて、ポーション使って、こうやってね、こっちね、オッケーオッケー、もうほんと変カウントしたくないわ、アクティベイティングコンバットモード、うん、いやー、こいつらマジ強いな、さすが星に、いや全然食らってないもんだって、やっぱ出し押しにしたくたらやばいってことだわ、これ、はい、まあリミット技ね、そうそう、リミット技大事よ、リミット技、オッケーオッケー、やっぱリミット技打たないとね、リミット技忘れんのよ、ほんとに、やばいやばい、やばい、やばい、ポーション使わせてます、おしまい、よし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 、コンフリクトリゾール決まった、よっしゃー、やばいな、あ、今なんだね、あ、よかったよかった、まだあんの、どんだけよ、ちょっと待って、ライブラでしょ、ライブラって相手を確かなんか見るような感じやったよね、確かピンアップ絶対外されへんし、ライブラどの戦闘中に選んでいる敵の状態を見ることができます、まあでもこれセットしとくか。こういうことでしょ。
ここ絶対 HP アップやんね。これないときつすぎる。で、だからここで、だからファイヤーとかを、なんでライブラーとか。で、まあ、なんだっけ。アングルか。アングル。アングルなぁ。あ、ちょっとバングル微妙かも。微妙。あ、まあまあでも。まあでもこれしかないか。あ、ちょっと待って。防弾チョッキ2連発とか。あ、無理か。あ、できるんだ。あ、できるんだ。そしたらこっちの方がよくね？絶対こっちの方がいいよね。あ、じゃあバングルより、じゃあ防弾チョッキ抜くにしよう。これは神。よしよし。さあ。さあ。M、なんて読むかわかんないけど、M、M4 の1の4。ウータイから。ああ、またウータイから逃げ出した兵士な。マッスルベルト。マッスルベルト欲しいわ。多分力とか上がるんでしょう。マッスルベルトっていうだけやから。いう名前だけあって。なんか、今回の動画、このミッションやるだけで終わりそうやな。大丈夫か？本当大丈夫かこれ。ストーリー進めなくて。いや、RPG やらしたら、こういうことになるんですよね、僕。絶対やっちゃうんすよ、こういうの。もう絶対寄り道っていうか、こういうの、たらんと気がすまんというかね。彼も、普通に遊んでまうっていう。ほんと、動画撮るんやったら、一人進めた方がいいんですけど、普通に遊んじゃうんよね。コンプリートリゾルブ。おっしゃー！いや、面白いわ。待ってよしよし、もう普通に遊んでいこう。アクティベイティングコンバットモード。よしよし、よし、ここ連発でしょ。もう問答無用や。ここはな、ここは、あ、こいつ硬いやつじゃん。違うか、硬いやつとかやったらやつ。あ、ミスった。そう、これがやりたかった。あ、ブリゾート結構いいじゃん。ブリゾート結構食らうやん。500ってバリ食らうじゃん。これ楽勝やな、これ。これいいわ。これいいな。これいいわ。これや。何やで、マッスルベルトゲット。ちょっと戦闘中にスタイル変えれるかちょっと試したかったんだけどな。今思うと、あ、ちょっとセーブしとこうか。結構進んだんでセーブして、同じとこでいいかな。変わってないでしょ。オッケー。よし、ミッションどう？お、ミッションまだ出てくる。すげえ。まだあんねんて。うわ、まだあんねんてっていうか、星3やん。これはやめとこう。これは死ぬて。これはちょっと順番に行こう。順番にちゃんと。ちゃんと順番に。マッスルベルトってどんな感じ？あー、やっぱそうっすよね。力と体力が5アップか。うわー、でも防弾チョッキ、うわー、捨てがたしだわ、ほんとに。捨てがたしだよな。まあ、ちょっとこのままでいきます。貴重なもの。え、チョコボの腕は イフリート出てくんなよ、マジで。この装備でイフリートやめてよ、もう。なんか、あ、でもチョコボの腕輪やから、チョコボが出てくんじゃねえの。
どうやろ。いや普通に面白いだけやな、これ。普通に面白いわ。いやあ、よかったっす。これボス、どういうこと。これ、何やったっけ、ファイヤーでいける、ファイヤーでいけるパターンやけど。めっちゃ食らうじゃん。めっちゃ食らうじゃん。お、いたな、ほんとに。うわ、やばいやばい。ちょっと待ってってね。ちょっと待ちいや。ちょっと距離取って戦いましょうよ、ちゃんと。あれこいつなんか違うやつやけど。あ、ちょ、横からつつくんやめて。数多くね？今思ったけど数多くね？ちょっともう。よし。なんとか押した。チョコボの腕は。ほんまこの動画ミッションやって終わりやで、ほんと。装備。チョコボの腕は見ようぜ、チョコボの腕は。AP が20アップするんや。うわ、捨てがたしだな。あ、でも体力欲しいわ。もう。ガードとかもほとんどせんからな。まあまあ、モッドって悪くないよね。なんか今の装備でしっくりきてるんだけど、スラム街にモンスターがある。ジャンプね、行きましょう。ジャンプっすか。あ、なるほどね。これさ、普通は左回りで行ったら一番近いじゃん。ってなったら、僕はね、逆回りします。もう、ボムおる。ボムやろ。違うか。ボムじゃねえよ。ちょっと待ってよ。そっちじゃねえんだよ。そっちじゃねえんだよ。まあまあ、いいわ。あ、まあ、いいわ。これでどうよ、これ。よし。宝箱がね、3つあるんすよ。3つあるんで、3つどこって。探させてよ。あ、300か。300か、どうだ？あ、そうか。ウルチャートの方食らうか。よし。ここよ。ここ大事よ。ここ。ここでブリザード。よし。決まった。コンプリートリゾルト。さあ、ならばこれどこっすか。うわ、めっちゃインカウント。もう勘弁してまって。勘弁して。きついな。あ、リミット当たった。あ、使える。よし、ナイス。いくぞ。スキップ。あっ、逆か。お、まあいいわ。あ、やばい。なんか、HP、全回復。ちょっと待って。あ、あった。わかりにく。わかりにくくないですか？力アップ。これ、見逃してるどっか。
あ、もう、いいねえわ。戦いすぎた。戦いすぎたか。いや、うわ。もう一回やらせてください。今の納得いかんな。もう後ろからでしょ。これは結構ないですか。移り向こう。今回はきっちりやるよ。いやあ、もうボム待って、ボムやばいやばい。500持ってかれた。これはあかんって、これはあかんって、よっしゃ、危ねえ。危ねえ。もう一回引く。ちょっと待ってくださいね。でもこっち、あ、これさぁ、一本パンクだな。危ねえ。よしよしよし、ゴムやっとかないと。サンダー打ってるな。あっ、何だって、いっぱい入れてる、入れてる。よしコンプリートリゾルト、おっしゃー。お、宝箱は1個あるでしょ、ここ。はい、ポーション。いや、これどっか、これ、あれだな。宝箱見落としてるな。どうしよう。見落としてない？どこだ？宝箱どこだ？違う、ミッションじゃん。どこだ、宝箱持ってないもんな。どうしよっか。もう一周するもう一周するはやばいか。え、どっか見落とした。絶対見落としたよな。ちょっとなんか納得いかん。ここだよ。これさ、確か逃げれるよね、どっか。どうやって逃げるんやったっけ。こうか。よしよし。これさ、宝箱どこだよ。うわ、エンカウント早っ。マジか。いいえ、違いますと。宝箱どこだ、ここ見落とした。あ、ここだ、あった。よし、ダッシュ。よっしゃ、諦めんでよかった。使うかどうかは知らんけど。アクティビコンバットモード、よしよしよし。ここはもう勝負だ。ここはもう勝負ですよ。ここはもう勝負しますよ。あ、だね、1位で1位も全然ないね。魔コンボ、魔コンボは最強よ。絶対足りないか。うわ、あ、ちょ、待って、待って、なんか鳴ってる。うわ、ちょ、これ、いけるか？逃げるなら今のうち。だいぶアイテム使ったな。おっしゃー、おっしゃーです。本当におっしゃーですわ。ジャンプ、あーだす。よしよし。よしよし。よしよし、ちょっとショップ。ここはショップでしょ。全然ないじゃん。
そう、そうだな。でも高いからな、もうほんと。なんか撃ってお金になるっていうのないしな。ちょっと装備、ちょっと見ましょうか。ジャンプが、空中にジャンプして攻撃できるようになる。なるほど。力がアップします。プラス1って、ダッシュ、ダッシュするようになる。へぇ。まあまあ、でも一応持っとっていいよね。へぇって感じ。ああ、星3になりましたね。ダークマター。これ。これさあ。ちょっと待って。これだから今のところ、第今2章で、これが出るってことは、いきます？まあ、クリアできんことないんじゃないの？どうなの？でもやばいんかな。なんかやばい、やばい匂いしかせんの。しかもめっちゃ遠いし。しかもアイテムが3つあるとか、これどうなの？どうなの？どうすっかな。左回りで行きましょうか。はい、ちょっとこれ、でも。これやばかったらクリアできんな。あのクリアできるか、星さんとか。あ、ブリザードが弱点か。ちょっと待って、通ったか。これもしかしたらクリアできんかもしれない。 強いわマジで。こっからが本番だ。行くぞ。ほら、おっと。ここで撃つよね。いやー、でも打撃がなくちょっと変わらんな。これ一発で300今ダメージ食らったけど、もたくない。この強さやもんな。やばいやばい、これ高いな。これワンタン持っていかれると、ほら、やっぱ挑む武器じゃなかったかもしれん。挑む武器じゃなかったかもしれん。逃げるなら今のうち。どうなの。いくぞ。ほらほら、よっしゃ。よしよしっていうか、今どこかもうさっぱりわからん。あ、こっちね。はい、HP全開で。いやー、これきついなー。きつい気がするわ。これきついわ。きついわ。でまあまあ左のルートがこっちだけど、まだこっち見てないんで、こっちちょっとチェックするっすよね。ちょっとチェックして、あーですよね。逃げていい、逃げたい。こっちで何があるの。あ、あった。エリクサーか。エリクサーだけ？エリクサーだけか。押していくか。さすがにこっちにアイテムはないっしょ。
Activating combat mode. 邪魔すんな。もうね、敵がマジ強いのよ。アイテムなしと。見落とすからな、マジで。アクティベイティングコンバットモード。やめてな。これアイテムじゃないの。違うか。あれ？ないぞ。あと2個どこだ？どこ？見落としてる？見落としてるかな？見落としてるアイテム。あれ？アイテムねえじゃん。しよう。見落としたかな。どうすっかな。ああ、ここ。あ、奥に一つあるから。だからあと一個だわ。あと一個どっか見落とした。アクティベイティングコンバットモード。ちょっと待って、見つけた。これやろ。違うわ。紛らわしいって。探します。あれじゃね？アクティベイティングコンバットモード。これさ、絶対一回一回相手しちゃったらやばいでしょ、この。これだ、これ。これでしょ。よし。まあ、ポーションかい。まあ、いいわ。アクティベイティングコンバットモード。やべ。ちょっと待ってね。どっちやったっけ。コンバットモード。マジでやばい。これで多分これ奥にアイテムあるっすよね。ちょっと待ってよ。これあ違うか。ちょっと待って、アイテムじゃなかったかも。ということはだよ。ちょっと待ってよ。ということは、まだ見落としてると。探しに行こう。どこだ、マジで。どこ見落としてる？アクティベイティングコンバットモード。どこ見落としてる？どこ見落とした？アクティベイティングコンバットモード。と一個どこ見落としてるかな。じゃあこっちもう一回戻ってみる？さあ、でもここの星3の敵絶対やばいと思う。一撃で300以上ダメージ食らうもん。どこかな。あ、ちょっと待って。こっち
っちは違うのか。え、アイテムどこっすか、マジで。アクティベイティングコンバットモード。うわ、やばいやばい、あぶねえ。最初の部屋、あ、最初の部屋にある。うわ、やられた、ビビるわ。それはわからんて、こんなとこあるんかよ。バリア、うわー、びっくりだな。よし、行こう。ただね、これね、まあ、ゲットできたもいいんだけど、クリアできんと意味ないからね、これ。果たして勝てんのかっていう。アクティベイティングコンバットモード。ちょっとね、本当にやばいわ。で、全開しておいてと。アクティベイティングコンバットモード。かかってこい。ちょっと待ちいや。からボスと戦うんだから、ちょっと。うわぁ、もう。これ、星さん、今挑んだあかんパターン、これもしかして。さあ、ここです。いきまーす。めっちゃおる。めっちゃおるじゃん、もう。これはダメだっても。乗れんだよ。本気、本気。おしまい、おしまいっす、おしまいっす、おしまいっす。使いだけ使い、ほらほら、使いだけ使い、ほらほら、使いだけ使い。いけ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 、全力、全力よ、全力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 、覚悟しとけよ。よし、これがブッパよ。これまで誰、どうやどうや、もうこれかご利用しよう。さあさあ、まだあるの。そう、もう ラストな感じやったんやけど、やばいな、まだあるってよ。やばいわー。ダークマター、ちょっと待ってね、ショップ行っていい？あ、ちょっとポーション追加で買っときますと。装備を、バリア、どういうこと？多分これバリア必須になってくるんじゃん。あんだけダメージ食らうってことは、バリア貼っとけってことでしょ。違うんかな。ちょっとこの装備できます？星3でさっきのであれですからね。ここもやばいっしょ、多分。さあ、どんなか、あ、ここはまだ、あ、宝箱1個、助かった。宝箱探す旅はしなくていいみたい。あ、もうしかもめっちゃ簡単。ラッキー。お宝ゲットだぜ。銀の腕は装備いけるんや。今装備ちょっと見ましょうか。 MP が40アップと、あー、これどうかな。体力でも、こでもさ、普通に考えてさ、
こういう感じの方がいいんかな。MP40% アップでかいな。防弾チョッキ欲しいし。AP20。これでいく？体力減らすんがな、ちょっとな。なんか不安なのよ。やってみますか？そうよ。あ、でも沈黙でかいかも。でかいかもしれない。でかいか。パーツやった。おぉ。あ、いい感じ。装備これでいった方がええか。ちょ、あ、違う違う、こっちじゃないよ。あ、ボム、おし。スピード全開で。いや、ちょっと、あ、もういきなりボム落ちた。これこ、アリアだぞ。いや、ちょ、よし。なんか全然強くなった気がする。ダークマター 2個ゲットしました。よしよし。なんかミッションどんどんクリアしてる。ミッションどんどんクリアしてますと、ショップ行こう。とりあえずショップでポーションを20個にしておいてと。ダークマターって何よ、ダークマター。ダークマターって何？装備ってこと？ダークマターって何？アイテムってことかな？何これ。あ、マテイアの合成に使うと魔力が1アップしますやって。あー、なんかそんなあったな。へえ。へえって感じ。さあ、これで貴重なものを相手求めても。うわ、星4だよ。やばくないですか、星4。ねえ。星4で、あと1個出て、こっちも、星4で、ちょっと待って。ポイズン剣から行こう。で、宝箱は2個あると。まずは宝箱を探す。ちょっと実力見ましょうか、ここ。どんなもんなのかな。で、バリアを張って。でも全然食らわんな。で、ファイヤーなんかな、ここ。うわ。これバリア張ってなかったらしんどるって。逃げるなら今のうち。本気を出せ。これならどうだ。どう。あ、よしよし。一体は倒したけど。あ、なるほどね。でも強えな。おしまい。あ、な
なんとか勝てる。よし。よっしゃー。ちょっと待ってね。どこいんの？ここか。でも宝箱2つあるんでしょ、これ。あった。あった。あ、ポーションか。まあまあいいわ。こっちとかもじゃあ怪しいんか。ああ、ないわ。ちょっと、あと一個、宝箱どこ？でもなんか広いから、こっちあるかもしれんな。うわ、出た。ちょっと待って。こいつにエンカウントせずに、周辺探して、こっち、あ、出ちゃうんだ。あ、あった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 っす、あったっす、見つけたっす。こっち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 、これ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 をゲットしたいっす。はい、ポーション、オッケー。よし、さあ行きましょうか。さあ、どんなもんすか。まずバリア貼っとこ。先に貼っとけ。ちょ、あー、やばいやばい、なになになに、うわ、めっちゃ強いじゃん。なんか生き返った、なんか知らんけど生き返った。なんで、うわ、化け物やん。待ってもらっていいですか。ほな、じゃあブリザード。ちょこれさ、多分バンバンされる感じなんでしょ。あ、そういうことっすよね。ちょめっちゃくるやん。あ、こいつ遅い。しかも遠距離ないんか。なるほど。これ。うやばい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 。ちょっと待って。さあ、これあかんって。あ、これ死んだ。これは。ですよね。でも一回生き返るっていうのはなんでな、なんかアイテム使ってるってこと、なんかアイテム使ってるってことなのかな。まあ、でもこれ近づいたら死ぬしな。あー、どうしよう。あー、これマジか。うわー、これ、あ、ちょっと待って、これマジか。あれ、どうすっかな、これ。逃げやな。うわ。これね、無理っす。これ無理っす。あ、ちょっと。セーブしとこ。セーブしときましょう。だいぶ鍛えたな。さっきのが、だから星4でしょ？これでしょ？これはやばいわ。マジで勝てん。多分倒し方あるんだろうけど、今の感じじゃちょっときつい。こっち行ってみますか。星4。こっちも星4だから。きついかもしれん。きついんだろうな。これさあ、あ、こっちか。一応。ちょっと、一応回収、宝箱一応回収しながら行く？
ちなんかこっちもちょっと勝てる気が、あんまりしないんやろ。強いでしょ、これ。バリアを張りつつ、たぶんボスがやるんだろうな、ここも。絶対ここもボスやばいでしょ。なるほど、宝箱がまず1個ここにあると。あ、どうも。いやー、いいタイミングで出てくるな、君たち。マジか。よっぽん。まずバリア一応張っとくかと。ああ、動け。よし。よっしゃよっしゃっと。装備で何か新しいのがゲットできたよね。どうなんでは。MP が20アップか。なるほどな。AP でいいわ。こっちに宝箱あるんじゃない？わざわざこっちに行かせるってことは。あれ？トンベリおるやん。やばいやつじゃん。ちょっと戦う。あ、邪魔すんな。これトンベリって確かさ、確か包丁でワンパンのやつやんね。確か近づいたらやばいんじゃない。なんか FF の感じだとそんな気はするんだけど、どうなる。逃げるなら今のうち。トンベリ本気を出せ。どう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 、いけるいけるいける感じ、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 どうどうどう、うわっ、あ、ちょっとちょっと待って、いける感じ、どうどうどう、よし、押せ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 押し切れ押し切れ、行くぜ、とっておき、ユニット技で押して行くぞ。よっしゃー、よっしゃー。なんかあるっすか。なんもないの。え、なんかないの。なんか倒したらなんかもらえへんの。なんかドロップせんの。なんかもらえた。ちょっとはっきり見てない。精神なんですかこれ。え、なんかなんもないな。もしかしたら確率でドロップするとかそんなんやったんかな。まあいいや、ドロ。いやー、マジかー。あ、ここ宝箱あったわ。ファイラやけど、なんかボスがもうどう見てもボムやから無理でしょ。うわ、もういきなり動けん。うわ、うわ、ストップかかってるんでしょ。違うかな。うわ、しかも異常状態がすげえわ。うわ、待って。あ、やばい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 、それはやばい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 って。後悔すんなよ。本気を出せ。あ、ここで。よし。
よし。おっしゃルナハーブ。あ、ここはクリアでき、できたな。ここはクリアできたか。あ、なんか新しいの。新しいの出た。英雄の薬。トンベリの探索。あ、そっか、さっきトンベリ倒したからってこと。行こう。やべえ。この動画絶対ミッションだけで終わる。しかもそのミッションが全然終わらん。え、めっちゃ長くね？やばくない？めっちゃ長いじゃん。しかも宝箱1個って絶対見落としたら終わってもらうやつやん。ではちょっとどんなもんか。ああ、もうちょっと固まってないね。7やと？これで本当に欲しいか、これ。しまった。あ、ストップかかんなって。おっしゃー。戦ってるとね、周辺が分かんなくなるんだ。宝箱は見落としたくない、マジで。ここ逃げていいっすか。逃げていいっすか。ここちょっと宝箱で頭がいっぱいです。集中できん。どこだどこだ。逃げんね。こっちとか。あった。よっしゃ、よし。ブリザード、ブリザードね。これでダッシュ。まあ、あとはもうボス。あ、もうここも一緒。もうあとはボス、ボスに温存しとく。アクティベイティングコンバットモード。邪魔すんな。邪魔すんなって感じ。とりあえず逃げましての。ほら、おったよここ。まあまあ、マップに表示されてるからね。さ、最初はうまく倒せたんだが、どうだ、やばいんか、やっぱやばいんか。いやー、ちょっとダメージやろうか。覚悟しとけよ。シーフリート、ちょっと見よう。初めてのイフリート、ドロップ。1800、いいダメージ。いや、いいダメージよ。あと、もうゴリ押し、あと、もうゴリ押し、あと、もうゴリ押しよ。もうここ、もうゴリ押しよ。ブリザード剣、もうここはゴリ押しよ。よし。アイテムドロップはしてなかった。さあ、ミッション見よう。魔法剣3段マテリアをゲットしました。あ、トンベリってもう一個あるんや。失散でトンベリだらけってどういうことやねん。トンベリだらけて、トンベリだらけて、やばくないですか。プリザ魔法マックス
マックス、サンダーにしますじゃん。せっかくなんで。バリアはいるっしょ。で、HP アップもいるよね。いやー、あ、ファイラ、あ、そうや、ファイラがあったんや。忘れとった。ファイラにしよう。ファイラ強いじゃん。ブリザラとかじゃなくて、ファイラ?ん?ちょっと待って。ファイヤーじゃなくて、ファイラーでしょ?そうやね。久しぶりすぎるから、ちょっと、一瞬勘違いする。よし、これでいこう。これでいこう。装備はどう?MP が 40% アップか。MP、AP が欲しいんだよな。残念ながら、AP が欲しいんだよ。でも悪くはないんだけどな。ちょっとセーブしよう。ちょっとここセーブしとこう。よし。だ。だから、今、星、上から星4でしょ、これ。星4で、ここがマジで強かった。で、ここ星4、ラストここ行ってない。で、トンベリの星3。これよ。星3なんで、トンベリだらけ。だから僕は1個と、死亡。ああ、なんか見落としそうやな。なんか見落としそうじゃない?この洞窟。アクティベイティングコンバットモード。うわぁ、これどう?どのぐらい強いんかな。うわ、なんかやばそう。めっちゃ強そう。全然立って減らへんもん。ファイラどう?ファイラどう?ファイラ 3? あ、そっか。装備変えたんやった。忘れとった。そうだ、装備変えたんや。あー、星が1やからな。どうなんやろ。ファイラ。あ、でもファイラ効くな。はっは、近すぎる。あ、近すぎる。これ。どっちから行こうかな。あ、やばい、HP がやばい。うわ、めっちゃ食らうじゃん。なんだろう。なんだ、あれ怖いし。うわ。やばい。うわ、マジで。うわ、もう、ちょっと。なんてそれが本当よし、まず1体。これでまず1体か。おぉ、やばいなぁ。ちょっと待ってよ。本当だ。ファイラでこれよしでしょ。よし。ちょっと待って。もう瀕死なんだが、もう。ちょっと、ウォーミングアップ。あーっと、宝箱あった。もう、次から逃げます。もう、ボス前にもうやっちゃったわ、もう、完全に。エクスポーションね。回復しないかなーっていうところやけど、おったこいつやろ。めっちゃおるじゃん。もう何こいつだ。うわー、しかもこれどうすっかな。なる?これ本当に。あ、しまった。ポーション買ってくんの忘れた。
もっとそろそろ勝ってきとった方が良かったよな。よしか、HP の減りがやべえわ。よしか、ありやね。どうだ、いけるかこれは本当に。立ち回りだけでいける？まあ、逆にいくわ。ゴーゴー、マジだ。やばいって。レベル4回はやばいっしょ。しかもめっちゃ暗いっしょ。あ、復活ね。フェニックスの王みたい。うわ、オッケー、よし、はい、よいしょ、行くぞ。ほらほら、いやー、どうだだ、これどうだ。え、使えへんの？マジで？うわ、やばいやばい。もう多分ね、ちょっと長いっすね。ちょっとリミット技出てくれんかな。ポーションか、買いたくねえな、買いたくねえわ。あ、 MP0 OK。 おっ、ちょ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 、痛い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 。ソルジャーの誇り。よいしょ、よいしょ。こういうこと、こういうこと、こういうことね。あ、レベルアップってことね。つえ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 、マジつえ。なんか揃った、よし、なんか揃った。あー、我慢か。頑張れ頑張れ、なんとか押せるよ。よし、なんかこの頑張り、この頑張りに、なんかこれ重要なアイテムな。チョコボ呼ぶだけじゃん。結構頑張ったよ。ああ、なるほど、トンベリね。ただね、その前にね、ショップに行かしてください。してこれよ、この状態が。オッケーオッケー。結構ゴールド稼いだな、マジか。いけるじゃん。サンダーキン結構レベルアップした。アイラもレベルアップしてきたな。しんか、その前にセーブしようか。セーブして、いや、ほんと鍛えてるわ。ひたすら鍛えてる。ミッションでこんなに鍛える必要あるんかな。まあ、でも出てくるもんは仕方がないよね。クリアできるし。やるでしょう。いや。終わりどころがわからん。マジで終わりどころがわからん。さあ、行きますよ、と。ちょっと待って。ちょっと待って。宝箱4つもあんの。
マジでやばくね？あ、これ逆だわ。逆から行かなあかん。宝箱を探してから行かなあかん。アクティベイティングコンバットモード。あ、これ逃げる。そんな相手しとばいじゃないの。まず宝箱探してからやな。アクティベイティングコンバットモード。待ってよ、こっちから逃げれるかな。インベリがやばいな。宝箱は分かりやすいのかな。だった、まずは1個。これ見落とした地獄やな。見落とした地獄やな。インベリしか出てこんもんな。インベリしか出てこんもんな。もう一個ぐらい宝箱ありそうな気はしなくはないんだが、どうですか？あったあった、よしよし。エクスポーション。アクティベイティングコンバットモード。もうないよね。別に。おかしなとこないっすよね。まあじゃあ、と2つ戻りますと。ちょっと戻る、こっちに戻りながら、こっちに戻りながらやる。うわ、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる、めっちゃ出てくるけどする。こっちやね。で、ちょっとここからやね。こっからちょっと慎重に探しに行かないと。アクティベイティングコンバットモード。ここはないでしょう。宝箱、二つか。今のとこないよね、多分。アクティベイティングコンバットモード。邪魔すんな。こっちに逃げよう。アクティベイティングコンバットモード。三体って三体も相手してこないよねこれ。ここ左か、あ、左っていうか右か。あったあった、これ宝箱でしょ。アクティベイティングコンバットモード。逃げて、エクスポーション。この奥もあるんか。奥は何かありますか。奥何もない。あ、エンカウントきついな。奥何もなさそうかな。どうやろ。まあまあ、なんもないよね。なんもないっすよね。ということは、あと一個は、ボスの前にある感じ？アクティベイティングコンバットモード。ああ、やばい。ちょっと迷った。今迷った。今どっちで逃げるか迷った。あった。見つけた。多分あれでしょ。よし。ミスティール。
スティール。スティールってなんですかね。体力と精神、沈黙を防いで体力と精神10か。AP20。でも欲しいっすよね。スティール欲しいな。よし、これでもうボスまで一直線よ。ボスまで一直線よ。さあ、ボスって全部っぱ。ハイラとバリアを張って三段剣でボスもこれをしてくる。やばいぞ、これめっちゃ強いぞ、このトンベリ。絶対強いぞ、これ。いや、これ、めっちゃゴリ押ししてんのに、このダメージよ。やっべ、めっちゃ強い。どう、ファイラ。ファイラぶっ放す。いや、マジか。これぶっ放して3分の1ぐらい。やっぱ。いけんのか。でも、なんとかご了承なっちゃうのか。あとはもうご了承しよう。ご了承とポーション。ご了承とポーションで。いけるか。やばい、包丁って出た。やばい、包丁あかんって。包丁、あ、よしよしよし。MP すらここチャンス。ここファイラ。出た。あー、トンベリやっぱそれやるか。もう一回やらして。アクティベイングコンバットモード。もうバリアとかいんねえな、これ。あ、連発やな、これ。うわ、リミット技をちょっとかましていきながら。ちょ待って、めっちゃ食らってるって。うわ、いつの間にそんなめっちゃ食らってんの。全然わからんかった。アクティベイティングコンバットモード。いやー、トンベリがやばいな。あー、なるほど、回避してなあかんのかな。そうなんや。でもそんな余裕ねえしな。ポイズン行こう。よし、いや、サンダー君がどうだ。回避悪いか。どうなのよ。あ、で、うわ、やばい、包丁あかん。包丁反応できんな。アクティベイティングコンバットモード。これ無理か。これどうなの。包丁って出たらやばいっしょ。ちょ、マスター飛んでる。近づいた。あ、そっか、テレポートするんやった、忘れてた。やばい。うわ、そんなんあり。うわ、危ねえ。怖い。めっちゃ怖い。うわ、うわ、やばい。うわ、700くらんか。ワンパンじゃないん。ワンパンじゃないんか。攻撃を受けながらやから。
やっぱ、危ね。武器がなくなった。さすがに1000、1000は持ってかれんでしょ。やばい、600持ってかれた。結構はね、ゴリ押していく。うわー、300でやばい。うわ。決めよう。これはきついな。これはきついな、トンベリ。マスタートンベリ、勝てんな。出る気がせん。半分ぐらいまで削ったけどね。マジか。どうしよう。英雄の薬っていうのやってないな。英雄の薬やってみるか。まあ英雄の薬ちょっとこっちは、あ、結構近いな。よしよし。もし4やから。かかってこい。なんか新しいじゃん。魔法よ。おっしゃー。でもボス前にあんまり戦いたくないんだよな。ボス前に戦っちゃうとね、余力がなくなるんよね。本当に全力やから。宝箱、ダークマターね。ダークマターって何？ダークマターっていうアイテムやったっけ。アイテムやね。余力ないっす。うわ、これやばい。これ逃げれるか、俺。逃げれるんか。逃げられんかもしれん。逃げられんか。結構紙一重やったな。ミスリル。戦いたくないっすね、マジで。マジで戦いたくない。よし、そこで。邪魔すな。マンドラ。マントラ。どこら。よし、ファイラめっちゃ食らうじゃん。オッケー。弱点ついたら、よし、英雄の薬、ありがとうございます。よし。さーて。
で、新しいミッションに追加されていく。セーブしていく。え、これ終わりじゃなかったんや。星5とか絶対無理じゃん。星5は無理と決めて、ボウタイのこれもう一回行ってみますか。宝箱どこだっけ、ここ。こっちが一個と、ボスの手前に一個やん。ボス。逃げさして。うわ、めっちゃ追ってくるやん。やばい。めっちゃ追ってくる。さあ、こっちから行ったらエンカウントする。大丈夫？さあ、これでちょっと挑みますか。アクティベイティングコンバットモード。やっぱりさすがにその剣使わないとまずいんじゃないの。はっ、よし。やばい。全然食らわんやん。さすがやん、さすがやん。ちっちゃくないよね、こいつ。もうやばいから。やばい。なんかエリクサーになってた。やばい。ちょ。スキップ。安全。諦めます。よし、もうやるだけやったよ。もうこんなもんでしょう。どう皆さんっていうか、ちょっとおかしいけど、ショップでちょっとあと2個だけちょっと買い足しておいて、これで一応今ミッション行けるとこまでクリアしたんで、セーブしますと一旦。これでね、ちょっと次回からちょっと今ミッション多分やれるところ全部やったんで、今現時点でね、まあ星5はちょっと挑んでないけども、挑むまでもないでしょあれ。星5ってやばいよね。だから、これでちょっとストーリーを次回からちょっとね、ストーリー進めていこうかな。だいぶ長くなった。いこうかなっていう感じですね。まあ、一旦これでね、今回終わりますと、ミッションやっただけ。ミッションやっただけですけど、みたいな。まあまあ、仕方がない。まあ、よかったらね、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。You are sharp, 俺の胸に落ちてくる。